岡本哲氏は、和歌山県有田郡金谷町出身の元プロ、野球選手、野球指導者、宇藤右内。和歌山県立木美高校では、保守であったにもかかわらず、チーム事情で投手として起用。一年下のチームメイトに、藤村正人投手がいた。三年生だった1978年には、第50回選抜高等学校野球大会に、出場。 岐阜高校との一回戦に先発で登板したものの、チームは初戦で敗退した。夏の選手権和歌山県大会では、決勝で、美ノ島高校と対戦したが、石井武史、島田宗彦の2年生バッテリーの前に、完封負けを喫した。高校卒業後に、神戸成功へ入社すると、保守に復帰。1984年の都市大校に出場すると、 その年のドラフト会議で横浜太陽ホエールズから6位で指名された。ただし会社側の事情などから実際の入団は翌1985年の11月にまで持ち越された。太陽1年目の1986年にはシーズン終盤の1軍公式戦5試合でスタメンマスクを任された。しかし打力に課題もあって 当時の一軍保守陣に若名義春や市川和正などがいたことから3番手以降の保守に止まると谷重元信の,の入団でさらに出番は減った1990年には公式戦開幕直後の4月に二村忠美との交換トレードでプロ入り時の近藤貞夫監督が率いる日本ハムファイターズに移籍しかし移籍後も控え保守の域を脱し,しなかった 1996年には二軍バッテリーコーチ補佐を兼務したが、一軍公式戦への出場機会がないまま、シーズン終了後に現役を引退した。日本ハムに在籍したまま、1997年から二軍バッテリーコーチ、2003年から2006年までに、軍監督を歴任した。二軍監督時代には、後の主力選手である糸、伊藤義雄。 武田久志、田中健介、小屋の栄一などを育てることで、当時低迷していたチームの再建に貢献。ダルビッシュ有も、入団1年目の2005年に、シーズン途中で1軍へ昇格するまで岡本の指導を受けていた。2008年に、横浜ベイスターズの2軍ディレクターへ就任。2009年には、 6月8日からシーズン終了まで1、軍総合コーチを務めた後に、11月1日付で、編成部長に就任した。2011年に1軍総合コーチへ復帰したものの、チームが再開に低迷したことから、シーズン終了後に、球団からコーチ契約の解除を通告された。2013年には、 シナのグランセローズ監督、2014年からは、オリックス・バファローズの二軍監督を歴任。2015年限りでオリックスを退団してからは、プロ野球経験者による、高校、大学野球の指導に必要な学生野球資格の回復に向けて、研修会へ参加した。2016年には、2月2日付で、日本学生野球協会から、 学生野球資格回復の適正認定を受けた。さらに、故郷の和歌山県で4月9日から、和歌山南三笹高等学校が開校したことを、機に野球王国の和歌山県に貢献したいという意向で、公式野球部の監督へ就任。部員と共に、寮生活を送りながら、個性を活かした育成をモットーに、高校生を初めて指導している。 NPB の球団で監督を経験した人物が退任後に高校野球の監督を常勤することは異例で和歌山県内の高校では初めてである。2018年春に一旦退任し、高校時代の恩師、林則りが夏の再配を取ったが新チームになって復帰。2021年1月25日。 四国アイランドリーグプラスの徳島インディゴソックスに球団戦略アドバイザー兼コーチとして就任することが発表された。口述の通り、岡本の子息が前年徳島に所属しており、その縁で声がかかったとコメントしている。長男の直樹は千葉商科大学を経て、ジップの哲史がシナノの監督へ就任する直前に BC リーグのドラフト会議で同球団から 通常枠で指名。鉄氏の現役時代と同じ保守として1シーズン在籍した後に、2014年から2015年まで、ベースボールファーストリーグの兵庫ブルーサンダーズ、2016年から BC リーグの富山 GRN サンダーバーズでプレーを続けている。ちなみに、兵庫時代の2015年には、球団史上初の副キャプテンを務めた。また、三男のヨシは、 先週大学から2020年の1シーズン徳島インディゴソックスに所属した。ありがとうございます。